はい、それでは、ねえー、と別のメールも入っていましたので、こちらも一部抜粋してお届けしようかと思います。えー、いつも動画発信ありがとうございます。私の返礼金はあ11日に振り込みいただいております。ありがとうございます。私はてっきり、倒産の予兆だと自分のバカさを責めて、そこに、えー、な他の事情が結構必要で参っていました。わかります、その気持ちはね。 えっと、こうなる前のリスクヘッジをしていないということに気がつき、考えないといけないなと思っている矢先なので、大変お勉強させていただいております。ありがとうございます。そうですよね。なんか、うろたえてしまうっていうことはリスクヘッジをしてないっていうことだと思いますし、その返礼金を当てにしているっていう時点で、それは余剰資金ではないっていうふうに思い返した方がいいんですよね。今回勉強になったと思います。まあ、お金はねは、返ってきてますし、これからまだね、帰ってない方も帰ってきますんで、安心してもらっていいんですけども、ただね、これからはね、ちゃんと自分のお金に、 責任を持った方がいいと思いますあの。私が言うからやったとかね、私が言わないからやらなかったではないと思うんですよ。うん、い,つい,いつになったらね、自分で決めて、自分で動けて、自分で責任取れるような人生を歩めるんですかってことですよ。自由な人生っていうのは責任もついて回りますからね。自由な人生を望むんだったら、やっぱり自由には、100の自由には100の責任がついて回ると思った方がいいです。逆に言うとですね、不自由を50、 押し付けられていたらそれによるダメージは不自由を押し付けた人に50返す権利があるってことなんですよこの関係をよく考えてくださいね自由責任権利この3つをよくよく考えてそ、えー、速化事故のカリキュラムにしていただければと思います、えー、それではですね、えー、今回はちょっと長い文章でもありますし個人的なこととかも書いてますのでこのぐらいにしたいと思います、えー、H さんありがとうございますメールいただきました